ラオスの歴史では、ラオス人民民主共和国の歴史について記述する。ラーオ族による統一国家の出現は1353年のラーンサーノー国であるが、それ以前から民族としての活動は活発だった。ラーオ族の発祥はアルタイ山脈の麓あたりとされており、年代を経るにつれて南下をしていることがわかっている。 紀元前五千年頃にはすでに、黄河や、洋子港の中間あたりまで南下を進めており、ゴビ砂漠に起こった漢民族に押し出される形で、現在の四川省近辺に移住し、そこに、都市国家を作った。紀元前千年頃には、西安の北西に、ムアンルーン、現在の重慶の位置にムアンパー、調査近辺にムアンギャオという都市国家を作っており、州の皇帝が、 ムアンパーに施設を派遣したことなどが記されている。その後紀元前853年には、タタール族が北方より進出を始め、ラーオ族はムアンルーンを破棄し、ムアンパー移住している。その公衆により、ムアンパーも攻撃を受け、ムアンギャオへと移った。紀元前215年には旗により、ムアンギャオも攻撃を受けたため、 ラーお族はさらに南下し、現在の雲南省、保山近辺に、無安平街という都市国家を新しく形成した。紀元前110年頃、全漢の武帝は、仏教の教典調査団をインドへ派遣しようとしていたが、無安平街の初代国王君練はこの施設団の無安平街通貨を許可しなかったため、無安平街と全漢との対立が勃発した。この対立は、 約七年間続いたが、紀元前八十七年に、無安兵害は滅亡する。九年に、訓練の子孫にあたる訓腕ンンにより、無安兵害独立が宣言されたが、これも長くは持たず、五十年に、五冠により再び滅ぼされた。その後数世紀の間、ラーオ族に関する資料が存在しておらず、どのような歴史を辿ったのかは不明であるが、七世紀頃に六つの、無安が、 雲南省の大理盆地に建国されている。これらの無案を、総じて六省あるいは六省国と呼称する。六省のうち最大の無案であり、遺族の先祖であると言われる、鳥万族が、支配者層と見られる無案水は党に対し有効、関係を築くべく、建国当初から貢ぎ物を送っていたとされている。無案水は、強大な党の援助を得て729年。 河原閣王の時代に六将を統一し、南昌王国を建国した。河原閣王は死後この功績により、唐より雲南王の王位を送られている。しかし、南昌王国の力が強大になるにつれ、唐との友好関係は次第に崩れ、唐の幻想は2回にわたり、南昌王国へ交戦を仕掛けたが、どちらも南昌王国が勝利した。 南昌王国の勢力は増し、八百三十二年には、ピューの上格都市を、八百五十八年には、トンキンを、八百六十三年には、安南をそれぞれ攻略し、領土を広げた。しかし九百二年に、肝心の献身、帝外都具が起こしたクーデターで、南昌王国は滅亡した。南昌王国の滅亡を機に、ラー王族は、大移動をはじめ、インドシナ半島。 ビルマ、アッサムなどの各地に散り、ムアンを形成し始めた。南小王国の滅亡により、各地へ拡散して、ムアンを形成していった、ラーオ族は、各地で、それぞれ独自の発展を遂げ、大北東のチェンセーンに、ムアンを形成したグループは後に、チェンマイ王国、スコータイ王国を建国し、今日のタイ王国を形成していった、タイ族のフソグループと位置づけられ、 メコン川上流のスワーに、ムアンを形成したグループは講述するムアンスワー、ラアンサー王国を建国し、今日のラオス人民民主共和国のフソグループと位置づけられるなど、民族の文化がこの頃より始まった。その他国家としての発展を見ないまでも、ミャンマーのシャン州などに、ムアンを形成したグループなども、人口としては多い。 ラオ族が移動した地域の大部分は当時、クメール帝国の支配下、あるいはモン族、ハリープンチャン王国の支配下にあり、ラオ族はこれら先住民族の支配力の薄い、ところへムアンを形成していった。メコン川上流のムアンスワーは、698年に、ムアンタンのクーンロウ王子に征服された。ローの父、クウンボロム王は、クウンローを、 スワー公国の王に据えた。シェンセンに作られたムアンは、シェンセン四分国と呼ばれ、南小王国、河原格王の息子、シノナワットにより統治されたが、四代目、国王バンカラットの時代に内紛が勃発し、1080年に、クメール帝国に、奪取されてしまう。バンカラット王はさらに南へ脱出し、1099年に、 息子プロマラットにより最奪還を成し遂げた。この勝利を記念し、ムアンヨーノックはヨーノックチャイアブリーと解明された。しかし、時代のチャイシリオーの時代には同じラーオ族のシャン族の襲来を受け、都市は壊滅的な打撃を受けた。チャイシリオーはチェンセーンを破棄し、今日のスコータイ周辺に新しいムアンを形成した。 このようにラーオ族のムアンは弱小勢力を迎合し、さらに兄弟勢力に攻撃を受けてはまた新しい、ムアンを形成するといった勃興を繰り返しながら、歴史を重ねていく、軍友拡挙の状態にあったが、13世紀初頭に、始まった元の新軍と、名君ジャヤーバルマン7世の死去及びその、後継者争いによる、 クメール帝国の弱体化をきっかけとして大きな変化を見せるようになり、1238年、すでに、スコータイとカーンペーンペット近郊に、ムアンを形成していた一族を、バンクランタオがまとめ上げて、スコータイ王国を建国。ついで1259年、タヤオに、ムアンを形成していた一族とチェンライの一族が、中心となり、マンライを国王とするチェンマイ王国が建国された。 チェンマイ王国は建国当初は王都をチェンラーイとしていたが、すぐにファーンへ遷都し、その後1296年に今日のチェンマイを王都と定めた。しかし、マンラーイはチェンマイに定住することはなく、息子の一人を監督官に任じ、自身はチェンラーイから失勢を行った。マンラーイ王のもとパヤ王国を併合するなど、 チェンマイ王国はその半島を着実に広げていったが、パユー王の時代になると、ヘンチの領主が離反するなど、その権威は徐々に低下した。同時期、同様に起こったスコータ王国においてもウートンの領主、ルアンパンヌアが離反し、内部分裂状態になるなどしていた。一方、メコン川上流のスワーに、スワー公国を形成していた、ラー王族の一派は、 スコータイ王国建国後は、同王国の支配下となった。このスワー公国21代目のカムポン王が1334年に、死去すると、王位継承権をめぐり、内乱が勃発した。孫のファーグムは、クメール帝国のアンコールトムへ留学し、教育を受けていたが、1343年に、父ンフィファ王がカムヒャオに王位を奪われたとの知らせを、聞くと、クメール王女、 ケオケンカンヤーと結婚し、クメール王より一万の軍勢を借りて挙兵した。ファーグムは、スワーを奪取すると、スコータ王国権威の低下を契機として、各チムアンを占領した。1353年に、初のラオス統一王朝、ラーンサーン王国を建国し、ファーグムが、初代の王に就いた。ラーンサーン王国は、今日のラオス人民民主共和国の民族的。 国家的な礎となった。ビエンチャンの仏像ラーンサーン王国の頃のラオスラーンサーン王国建国当時、ファーグムの勢力に最も喫抗した勢力として、ムアンビエンチャンに潜入していたラー王族の一派があり、ファーグムはビエンチャン平定後に行政と軍政の再編を行った。行政組織については国内を主要、ムアン、強化ムアン、国境、 ムアンの三つに対別し、それぞれのムアンの性格に応じた行政を敷き、これらのムアンの領主は全て国王が任命する形を取った。ラオ族は一時期大乗仏教の信仰が広まったものの古来より天空や祖先の霊魂を信仰対象としていたが、ラアンサーン王国建国後の宗教面の大きな変化として住民の間で スリランカトライのジョーザブ仏教が信仰されるようになったことが挙げられる。これは、クメール帝国の王女であったファグムの妻家を、ンカ官ンヤーの働きによるもので、父親のクメール王に仏教施設団の派遣を要請したことに始まる。二十数名の仏像と工芸家で構成された仏教施設団は1357年にスワーアーに到着し、 多数の経典と共にプラバーン金仏像がラーンサーン王国に寄贈された。王女の死後1363年以降、ファーグムはかつての国政への情熱を失い、乱行が目立つようになっていき、1371年、王室会議により国外追放となり、その2年後にナーンで死去した。二代目の国王となった、ウンムアンは1377年に、 王国内の人口調査を行い、行政と平成の改革に着手した。この頃、シェンセーン地域が離反するという事態が発生しているが、運無ン,ンにより沈圧されている。運無ン,ンは、在位43年という、長きにわたり、1417年に死去するまで、ラーンサー王国の平和を堅持した。その後、長男のラーンカムデーンの時代に入ると、古史との関係が悪化した。 また、ラーンカムデーン王政末期には、内紛が勃発。ラーンカムデーンの主語は、ウン・ムアンの妹であるマハー・テービが実権を握り、国内は大いに乱れた。この情勢不安は1456年にパサックの、領主ワンブリーが王位を継承するまで続いた。カミザブ仏教、ワンブリー王政時代、1478年に、ムアン・ケンターオの領主パタリが、 症状仏教において神聖視されていた白象を国王に献上した。このことを伝え聞いた。大越の清州は直ちに施設団を派遣し、見世物用として白象を借り受けたいと申し出た。神聖視されている動物であるため、ワンブリー王はこれを拒否したが、この件により、ダーンカムデン王時代の裏切り行為の報復機会を伺っていた古史に対し、ダーンサー王国へ攻める。 大義名分を与えてしまった。聖春ミカドは50万の大軍を持って、スワーへ攻め入り、王とは、壊滅状態となった。その後、スワンナ・バンラン、ラーセンタイ・プワナートが失勢したが、プワナート王が死去した1495年は、時期王い継承権のあるソムプーは7歳という、幼霊でおじにあたるウィスン・アラートが実権を握った。 ソムプーは9歳で即位するも3年後には死亡し、ウィスンアラートが王位を継承した。ウィスンアラートは1503年からウィスンマハ、ウィハーン寺院の建立に着手し、マノーロム寺院に安置されていた、プラバーン金仏像を同寺院へ移設させた。また、この時期には、カミザブ仏教が王位に栄え、瞑想と関される人物も多数出現し、三蔵教のラオや、 テープルアンによる、クンプロム伝説記や、ターオフン物語など、文化的に大きな発展を遂げた。ウィスンナラートの後は、ポーティサラが9歳で即位し、チェンマイ王国のヨーとカムティプ王女を妻に迎えた。当時チェンマイ国王であったケットクラウニは、男児が生まれず、ポーティサラ王の子が男児であった場合、チェンマイ王国の王位継承権を主張できる立場に、あるとした。 チェンマイ王国ではケット・チェッタラート王が、1535年に、モーエン・ソイ・サムランの反乱で失脚し、息子のタオチャイが王となった。1543年に、タオチャイが暗殺されると、ムアングノイにいたケット・チェッタラートが、再び福井したが、1545年にケット・チェッタラートも暗殺された。チェンマイ王国の派閥の領収クラウサエンが、 チアアングトゥンの王位を提供されたが拒否すると、ムアングノイが介入したが、クラウサインに暗殺された。女帝チラプラパーの即位。チャイアシェーサーオアジエーゲスサの即位。1548年、ラーンナー王国のポーティサラの息子、セタティラートが、チェンマイ王国の王位を継ぐことで決着した。1550年、ラーンサーン王国で、ポーティサラ王が、 増強議中の事故で死亡したため、チェンマイ王国に対しセタティラートの帰国が要請された。要請を受け、セタティラート王は、チェンマイ王国の王位を兼ねたままで失勢を、チラプラパー王妃に委任し、翌1551年に、ラーンサン王国国王へ即位した。しかし、チェンマイ王国では、セタティラートに帰国の意思がないとして、 新しい国王を擁立する動きが始まり、ナーンの領主であったメクティが即位した。このためセタティラートは、チェンマイ王国へ軍隊を進行させたが、メクティの勢力を排除できなかった。こうした経緯で、それまで、蜜月関係だったラーンサーン王国と、チェンマイ王国は悪化していった。アユタヤ王国は、絶頂期を迎える、この頃の大きな出来事として、 1531年に、ビルマ族が、周辺所属を制覇し、タウング王朝を起こしたことと、1540年に、クメール帝国の首都アンコールトムが、アユタヤ王国の手で陥落させられたことが挙げられる。1557年に、タウング王朝は、メクティ王政権下で、混乱期にあったチェンマイ王国へ侵攻し、王とチェンマイを占領。 チェンマイ王国は以降タウング王朝の参加となった。セタティラート王座像、タウング王朝の躍進を目にしたセタティラートは、タウング王朝がラーンサー王国へ進行を始めるのも時間の問題とし、1560年に王党、ビエンチャンへ移した。ビエンチャンはタウング王朝の進行ルートからは外れている一方で、アユタヤ王国の領域に隣接しているという。 デメリットを抱えており、セタティラートは、アユタヤ王国のマハーチャクラバット王に対し同盟を申し入れ、1562年、セタティラートが、アユタヤ王国のテープカサティ王女をめとって、両王国に同盟関係が結ばれた。1563年、チェンマイ王国において、タウング王朝支配下からの脱却を求めて、貴族、聖のオイラが挙兵したが失敗し、 ラーンサー王国へ保護を求めてきた。タウング王朝は彼らの受け渡しを求めたが、ラーンサー王国はこれを拒否し、二国間の溝は決定的なものとなった。1567年にメクティガ死去。セタティラート王により混流されたタートルアン仏塔1570年、アユタヤ王国を滅ぼしたタウング王朝は、1571年より、 ガーンサー王国へ進行を開始し、オートビエンチャンを攻めたが、食料補給路の確保に苦慮し、撤退していった。セタピラアートは、この進行をきっかけとして、対岸のノーンカーイに避難したが、翌年病死した。その後ノームアンが王位を継いだが幼少であったため、セーンスリンタルサイがノームアンの王位を継承する、形で即位した。 セーンスリンタルサイは平民であったことから、地方領主や住民に対しての威厳を保つことができず、国内の掌握に失敗すると、1574年に、タウング王朝の再侵攻を食い止めることができず、王都への入場を許してしまい、ビエンチャンは陥落した。タウング王朝の支配の下セタピラートの弟であるオーラ・ウォンサー一世が、新しい国王に任命されたが、 1579年に、住民の反乱放棄が起こると、ウォーラウォンサー一世は、イカダで、ビルマへ逃亡を図ったが、イカダが座礁死で起死している。その後、タウング王朝は、ラーオ族に、ラーンサーン王国の統治を任せたが、セーンスリンタルサイ、EN、ナコーンノイが、いずれも短期に終わり、タウング王朝による、直轄統治へと切り替えていった。 タウング王朝の統治は住民への重い課税が影響し、ラー王族がさらに軟化せざるを得ないきっかけとなり、この時期にラー王族の居住範囲がチャンパーサックへと拡大している。1591年、タウング王朝に監禁されていたノームアンが釈放され、ラーンサーン王国の新しい国王に任命されると、王国の治安は回復し、安定を取り戻したが、ノームアンは、 在位7年、1598年に27歳という若さで死去してしまった。ノーム案に実施がいなかったことから、大井継承争いが勃発し、最小のウォーラウォンサー2世が大井を継承した。ウォーラウォンサーは、大井継承と同時に、タウング王朝からの独立を宣言し、その後24年間にわたって、失政を行った。1622年、ウォーラウォンサーが、 実施、ユーパラートに暗殺されたのを機にご碁静な王い、継承戦争が勃発し、国王が即位しては暗殺されるという事態、で、アップーバーラージャアイ、で、フォーディスラットツー、で、マムカエオ、で、トンコム、が続いた。スリニャオンサーの時代に、ラーンサーの王国は、文化的開化を迎える1638年に、スリニャオンサーが即位すると、57年という、 長きにわたる失政下で、ラーンサーの王国も、繁栄期と呼べる、目覚ましい発展を遂げている。スリニャオンサーの改革は、税制、行政、平成にとどまらず、隣国との平和維持活動も、積極的に行い、コシア・アユタヤ王国との間でくすぶっていた国境の、策定に尽力した。オートビエンチャンは、メコン川沿いの貿易港として当時有数の、大都市へと発展を遂げた。 また、1641年には、ラーンサーン王国の歴史上において、初となる西洋人の居住が確認されている。文化面においては、シェンマイ王国の初代国王マイラーイの生涯を描いた、三神祭物語や、史実創作史、シオサアート物語、民話、シェンミアン物語などの傑作が誕生した。しかし、1694年のスリニャオンサーの主語は、 再び多い継承争いが始まり、1698年にサイオンフェが即位したことで、争いは一応の収まりを見せた。しかし、その過程で追放されたスリニャ・ウォンサーの血族などに、過根を残す形となり、後の三王国時代へとつながっていくきっかけとなってしまった。1706年、スリニャ・ウォンサーの孫にあたるキン・キッサラ・ートとインタソームの兄弟が、 ルアンパバーンにて独立を宣言した。この時、サイオンフェ側に、金、キッサラートとインタソームを排除するだけの軍力はなく、独立を承認するか外部へ援軍を要請するかの選択に迫られた。サイオンフェは、アユタヤ王国に援軍を要請し、アユタヤ王国のサンペット発生は、翌1707年に軍勢を派兵した。しかし、 ラーンサーン王国の弱体化を狙うアユタヤは軍勢をビエンチャンからあるアンパバーンや動かそうとせず、結果的にラーンサーン王国は国内をルアンパバーン王国とビエンチャン王国の二つに分断する形で和議を取らざるを得ない状況となった。その後1713年にアユタヤ王国のさらなる計略でチャンパーサックの地域もチャンパーサック王国としてビエンチャン王国から 分離、独立させられてしまい、ラーンサーン統一王国の歴史は幕を閉じることとなった。ビエンチャン王国1707年のルアンパバーン王国の分離、独立後、ビエンチャン王国内では、ルアンパバーン王国に追随する形で離反を伺って、ビエンチャン王国から独立しようとする領主も現れたが、1709年のムアンナコンの領主、 プラプロム・ラーサーの反乱が制圧されて、以降は、特に目立った、リ反活動は見られなくなった。サイオンフェが1730年に死亡した後、王位を継承したオンブンは1770年、ビエンチャン領への進出活動が活発になった、トンブリ領朝のタークシン王に施設を派遣し、同盟を試みた。この同盟は、両国の内政状況から歓迎されるものではあったが、 思い描いているほど円滑な進行は叶わず、互いの思いにわずかなズレが生じていた。それが具現化するのが1773年のルワンパバーン王国のビエンチャン王国信仰である。この時、ビルマとシャムの間で戦争状態にあったにもかかわらず、オンブンは中東地が近いという理由からビルマに対し援軍を要請している。これにより、遅延前で、 援軍要請を受けたビルマ軍司令官ポースパラは、その旨を、ルアンパバーン王国側へ通達することで、戦わずして、両国の争いを平定し、権力下に置くことに成功している。さらに翌年には、オンブンがシャムへ派兵したため、シャムのタークシン王は、疑心暗鬼に陥り、ビエンチャン王国を信用しない、表面上だけの外交を行うようになった。その後、 1777年、ビルマがシャムへの攻撃を行い、シャムの勝利に終わるとその足で、ビエンチャンへ進行、道ーを占領し、ビエンチャン王国を俗領とした。ルワンパバーン王国1713年、当時の王金キ,キッサラートの死亡により、王位はオンカムが継承した。その後1723年には、金キ,キッサラートの弟インターソムの謀反により、 オンカムは王位を剥奪され、遅延前に亡命している。そのゴルアンパバーン王国ではおおむね平和だったが、1771年、スリニャウォンサーが王位を継承すると、ビエンチャン王国がビルマとシャムの対応に苦慮している、状況を好奇と見るや、オートビエンチャンへの侵攻を始めた。しかし上述の通り、ポース・パラの策により、軍を撤退せざるを得ない状況となった。 その後1777年、シャムによるビルマ及びビエンチャン王国への反撃が開始されると、シャム側へ、ビエンチャン王国へ攻撃可能な旨を伝え、支援をしようとしたが、先の一件でビルマと通じていたとみなされた、ルアンパバーン王国もまた1778年にシャムに占領され、シャムの俗領となった。チャンパーサック王国チャンパーサック王国は1713年、 アユタヤ王国、大佐王の計略により、尿とケイオラの独立宣言によって、独立を果たし、新しい国王として、シーサムット女王を擁立した。その後、シーサムット女王が1738年に、死亡すると、最脈マーンが王位を継承。しばらく平和が堅持されたが、1779年、ビエンチャン王国トレワンタバーン王国を、 俗領下に置いた、シャムの信仰を受け、他の二国と同様に、シャムの俗領となった。ラーマ一世王座像ラーンサーン三王国を、俗領下に置いたシャムで1782年、武将カサットストックによる反乱が発生し、タークシン王は王座を追われることとなった。新しく、王座についた、カサットストックは王をトンブリから、対岸のクルンテープへ移し、 トンブリ王朝は終わりを告げ、チャクリー王朝の時代が始まった。このような政権交代の時期にあって、ラーンサーン三王国に対してあまり手がかけられない事情もあり、カサットストックは三王国に対し、大幅な自治権を認めた。ビエンチャン王国シャムのビエンチャン占領後、王都からカムクートへ逃亡していたオンが1781年に死亡したため、タークシン王は、 ビエンチャン王国の新しい王として、ナンターセンポンマラーを擁立した。続く、ラーマ一世の知性で、ビエンチャン王国は、大幅な自治権を認められたが、一方で、ビエンチャン王国は1787年より、シエンクワーンの領土をめぐり、コシとの対立が激化していく。この対立は、ゲアンの解散によって、コシに勝利がもたらされたが、これ以降、 シエンクワームは、領有をめぐって、双方の意見が対立し合う不安定な地域となった。その後、ナンターセン・ポンマラオの死後は、弟のインタウオンが王位を継承し、1798年から1799年にかけて、シャムで行われたビルマザン流軍総統作戦へ参加した。この時司令官に任命された、副王茶王、アヌオンを高く評価したシャムは、 1803年に、インターオンが死亡すると、チャオアヌオンを大いにつかせた。チャオアヌオンは1807年に新王宮の建立、1808年に、タートパノム橋の建設、ノーンカーイに、シーブンファン寺院の建立、1824年に、西ン寺院の建立など、当時の土木技術の域を凝らした、建築物を多く残している。1827年、 チャオアヌオンは、王室会議を開き、シャムの不安定な政治状況を鑑みた上での、独立作戦を提唱した。副王、ティサラは、反対したが、密かにバンコクへの派兵を進めた。だが、これを察知したルアンパバーン王国や、副王らによる作戦の漏洩で、シャムに途中で勘付かれ、作戦は失敗した。チャオアヌオンは、逃亡を図ったが、 シャム軍に逮捕され、極中死した。シャムは、ビエンチャン王国の再興を懸念し、王都を徹底的に破壊し、事実上1828年に、ビエンチャン王国は滅亡した。ルワンパバーン王国1791年に、スリニャウォンサーが死亡すると、インタソーム王の第二子であるアヌルッタが王位についた。 ビエンチャン王国との紛争が原因で、アムルッタ王は1792年に一時シャムに逮捕されたが、4年後には福井市、1817年に死亡するまで王位についた。その後は、マンタトーラアートが即位、1827年、マンタトーラアートは、ビエンチャン王国のチャオアヌオンから独立の決意を、秘密裏に打ち明けられるも、この情報をシャムへ流し、 ビエンチャン王国の独立を阻んだ。1852年、チャンタラートが即位した翌年に、シェントンで民衆の反乱が勃発。これを制圧したことをシャムより高く評価され、1779年に、シャムに押収された、プラバーン金仏像が、ルワンパバーン王国へと返還されている。ルワンパバーン王国の統治は概ね平和に行われて、いたが、 1872年より、突然複数の鎮鳳族による来襲が始まった。鎮鳳族の襲撃は2年間にわたり続けられ、シップソン主体地方、ムアンタンなど、ルアンパバーン王国の北東部を占拠されるに至った。1874年には一旦鎮静化したが、翌年より再びシエンクワーン、ビエンチャンなどで鎮鳳族の襲撃が行われている。 これらの襲撃は、シャム軍による、総統作戦により一応の収まりを見せたが、1885年に、サイドビエンチャンが襲撃に遭い、1887年には、ルアンパバーン王国が、太平天国の乱の後ベトナムの傭兵として、フランスと戦っていた、国旗軍に襲撃された。この襲撃により、当時国王であったウンカムとその家族は危機に、さらされたが、 フランス副領事館のオーガストパビにより、パークラーイまで救出され、さらにバンコクへの逃亡に成功している。長きにわたった、チン族の反乱と国旗軍の襲撃は、ルアンパバーン王国の住民に初動が遅れたシャムへの不信感を植え付け、逆に国王を救出したフランスへの信頼感を生み出す契機となった。 チャンパーサック王国チャンパーサック王国では1791年、神経による反乱が発生し、当時の国王最マーンが死亡するという事態が発生している。この反乱は、シャム軍により鎮圧され、バーン、シンターに駐屯していたチャオ・ファイナーが、反乱鎮圧の功を認められ、新しい国王についた。その後、1813年に王位についた。 チャオマーノーイと福王タンマキッティカの間で権力闘争が勃発したが、シャムによる福王解任で大きな被害はなく、混乱は収まった。チャオマーノーイの時代に超能力者を自称する高層サーが住民を先導してチャンパーサック王都を占拠するという事件が発生。チャオマーノーイはこの事件がきっかけで逃亡先のバンコクで死亡し、1819年。 チャオ・アヌオンの息子であるチャオ・ニョーが新しく国王に就いた。チャオ・ニョーは城壁の修復や税制改革などで敏腕を発揮し、メイ君と歌われたが、1825年、父親チャオ・アヌオンが起こしたビエンチャン王国の独立戦争に賛同して拒兵したため、シャムによって逮捕され、極中死した。チャオ・ナーク王の1837年にチャンパーサックは、 大火事に見舞われ、王都をバーンヒートホート郊外に移した。その後、コティータムトーン王の1863年に、再び戦トが行われ、メコン川西岸、ポーンポックとラコーン寺の間に移された。この時の戦トにより作られたとが、今日のチャンパーサックの基礎となっている。帝国主義時代になると、ヨーロッパ列強がアジア各地を次々と植民地にしていった。 ラオスもその例外ではなく、列強の侵略に巻き込まれた。1885年、清仏戦争の結果、清はベトナムに対する総主権を失う。すでに、フランスは18年、1863年カンボジアを保護国化し、植民地化の標的をラオスに定めた。1887年に国旗軍が、 ルアンパバーン王国に侵攻し、壊滅的な打撃を受けたがフランスに助けられた事件をきっかけに、ルアンパバーン王国は、フランスの保護を受け入れる道を選択した。1893年、タイ王国との間でラオスを巡り仏大戦争が起き、フランスはタイを圧倒し、1905年には保護国家を完了し、フランス領インドシナが完成した。 1902年から6年間にわたって恩恵をによる反乱がターティーンで起こった。1940年11月、タイとフランスとの間で、仏印国境を紛争が起こり、タイは、反仏宣伝の一環として、タイラオス工作を開始した。ラジオ放送や、宣伝ビラ、パンフレットの活用、工作員の潜入などを通して行われ、ラーオヒもタイ人も結局は、 同じ体系民族であるとの民族同胞性を強調することによって抑圧者フランスに対して協力することを訴えた。このタイの反復抵抗に対してフランスが取った政策はルアンパバーン王国の強化と文教政策、ラオス刷新運動であり、フランスのラオス植民地維持政策であった。学校教育を重視し、小学校が各地に新設され、 金弁、家族、祖国をスローガンに、母なる祖国、フランスへの奉仕が説かれた。このような政策を広めるために、大きな役割を果たしたのは1941年1月に、発刊されたラオゴシであった。しかし、ラオス人の中に、ラオスという祖国、国民を構想する者が現れてきた。そして1945年3月9日の、日本軍による、 普通院武装解除後、祖国、国民を抗争する動きが活発になっていった。第二次世界大戦中、日本の占領下にある1945年、ラーオヒトの民族主義者らはフランスからの独立を宣言した。日本の敗戦後、シーサワーアンウォン王は、ラオスの独立宣言を撤回した。独立派は、ラオイサラを結成し、臨時政府を樹立した。しかし、 1946年4月には再び、フランス軍がラオスを制圧し、第一次インドシナ戦争が起きた。ラオイサラはタイに亡命政府を樹立した。ラオス王国独立時の国王シーサワンオン。ラオス王国は1949年7月19日に、フランスとの間に締結された、フランス・ラオス協定で、名目上独立したが、フランス連合の枠内のみに限られ、 外交、国防の決定権はフランスが持った。行政機関や軍隊、警察といった政府機関整備が急がれたが、60年もの植民地支配により人材確保は困難を極めた。また、植民地時代の公用語はフランス語、一般大衆の話すラー語、三王国時代に独自の発展を遂げた発音の違いや不足している語彙を どのように補うかという難問があり、王国政府は1949年11月27日に政治法の基本方針と国語のあり方についての検討委員会を設立した。一方、ラオイ・サラ・ボーメイ政権は大仏妥協派とベトミン共闘派に分裂した。右派のスワンナ・プーマシン・ノーラはビエンチャンに戻りフランス支配下のラオス王国政府に参加し、 親フランスの微分政権を発足させた。一方、左派のスパーヌーン新脳ラは1950年8月、ネオ・ラー・オイサラ公選政府を樹立し、交仏闘争を宣言した。1951年には、カンボディア、ベトナムのホーチュミン一派の交仏組織らと、インドシナゴード民族統一戦線を結成、大仏ゲリラ闘争を開始した。ベトナム及び、ラオスの、 こうした状況からフランスは植民地支配の終結を判断。1953年10月22日にラオス王国は完全独立した。ラオス王国ではプーマ首相のもと第一次経済社会開発後可燃計画が実行に移され国づくりへの取り組みが本格的に始動した。1954年5月8日からインドシナ。 停戦会議が、ジュネーブで開催され、全外国軍隊のラオス王国からの撤退、パテートラーオ軍の中南部重県からの撤収と、北部にケニアの結集、及び軍事的中立が合意、採択された。インド、カナダ、ポーランド三国により実行監視を行う団体が、設置された。また、インドシナ停戦会議にて、王国政府とパテートラーオの間で、 パテート・ラーオ軍の一部を王国政府軍に編入すること。パテート・ラーオは北部に県の行政権をパテート・ラーオから王国政府に返還すること。パテート・ラーオは政治団体ネオ・ラーオサートを設立・改組し王国政府との連合政府を樹立することの3点が合意された。1956年7月4日。 王国政府とネオラーを白サートの連立政権受立の合意を受けて、固い内閣が総辞職、8月10日に、プーマ神能を首相とする連立政権が発足した。翌年12月8日には、サムヌア県、12月18日にはポンサーリー県の行政権がそれぞれ、ラオス王国に返還された。1958年5月4日サムヌアと、ポンサーリーで、 NLHS が初めて参加する補欠選挙が行われ、新設21議席のうち NLHS は9議席を獲得、NLHS と同盟した平和中立党が4議席を獲得し、左派が議席の過半数を得た。これは NLHS が唯一参加した選挙であった。しかしこれに危機感を募らせたアメリカは、大ラオス援助を停止、右派は、 総辞職を決行し、時代首相に、新米派のプイ、サナニコンを指名した。NLHS は、新米派首相の下での入閣を、拒否、プイ内閣の単独、新米内閣が発足した。こうして、ジュネーブ国際会議で合意された、連合内閣は9ヶ月で終わった。プイ内閣発足後、アメリカは、大ラオス援助を再開した。ラオスにおける、 アメリカの影響力強化を懸念した NLHS はプイ内閣への反政府行動を宣言。やがて王国政府軍に帰属する NLHS 派兵士が集団脱走していくという事態が発生。各地で衝突が勃発し始めた。1959年5月11日、王国政府はスパーヌーン,シンノーら NLHS カンブラを逮捕。 本県刑務所へ就監するという強行手段に出た。7月16日、王国政府軍と NLHS 軍が衝突。プイ内閣は NLHS 側に政権ポストを開けて交渉しようとしたが、こうした態度の弱腰だとする国益擁護委員会により、10月30日にクーデターが発生。プイ内閣は崩壊した。1960年4月24日、 シーディニーが NLHS を除外して実施した管理形式選挙によりシーディニーは全59議席中37議席を獲得。6月、シーディニーが結成した民主社会党内閣が発足した。ソムサニット内閣誕生で、ラオス王国はさらに新米に偏り、アメリカの短期間かつ過剰な援助は急激なインフレを引き起こした。 1960年5月23日、住民らの手を借り、ポンケーン刑務所から、スパーヌーン新能ンら NLHS 幹部が脱走。反政府活動は、次第に激化していった。当時のチャンパ作国防省によれば、1960年初期には、南部ボロベン、高原、アッタプー、パーク制などで、最も反乱軍がはびこっていた。1960年8月9日、 王国政府軍第二空挺大隊副隊長コンレイ大尉がクーデターでシュトビエンチャンを占拠。コンレイ大尉はプーマ元首相に対し左派との連立組閣を要請。元首相は NLHS との連立政権を発足させた。アメリカはラオス援助を停止し、太王国もアメリカの要請で国境封鎖を断行した。これらの経済制裁に ラオス政府は困窮し、ソビエト連邦に援助を要請、ソビエト連邦との国交を樹立した。ソビエト連邦にとっては、この要請は、東南アジアへ進出する契機となり、緊急救援物資の輸送などを積極的に行った。アメリカは今、例大のクーデターから避難していた、ノーサワン将軍ラウハを援助し、軍を再編成した。 将軍は1960年12月16日首都ビエンチャンを脱会し、文ブムブ内閣を発足させた。NLHS 側は1960年末から再び軍事行動を開始し、1961年1月1日、シエンクアーンを占領し、その後ルアンパバーンやポンサーリーなどといった地域を次々と占拠していった。こうした事態を受けアメリカ。 合衆国大統領ドワイト・ディ・アイゼンハワーは、第7艦隊に警戒態勢を発動するなどして、NLHS へ圧力をかけたが、NLHS 軍はその後もサムムア、ビエンチャン、ルアン・ナムター、カムムアン、サバナ・ケートなどの各地域に勢力を拡大していった。タイのサリット首相は、NLHS の身長を阻止すべく、シア島へ派兵要請をしたが、 実現しなかった試し野党を激しく批判した。1961年5月16日からのジュネーブ国際会議で中立日にラオス諸派の会談を設けることが決定された。翌1962年6月12日、この三派会談でプーマ首相による新連立政権受立が合意された。これを受け、ジュネーブ国際会議は ラオス王国の中立に関する宣言を7月23日に採択した。ラオス王国内に駐在するアメリカ軍を呼び、ベトナム軍は撤退し、ようやく平和が訪れたかに見えたが、1963年中立派のケッサナー大佐とサ派のキニム外相が暗殺され、異合派の政治勢力が台頭した。同年4月には、クープラシット将軍によるクーデター未遂が起こった。 連立政権への不信を増した NLHS は閣僚を引き上げ、以後政権は中立派がプーマ首相のみで閣僚はすべて右派となり、発足当初の三派連合政権としての機能を完全に失った。1965年7月には NLHS 不参加の形式選挙が実施され右派が政権を握った。NLHS は中立派の軍と連携を強化し、 この頃より故障を人民解放軍と改めた。1967年末頃サバナケートで活動を開始し、翌1968年には、ジャール平原、ルアンパバーン空港、ムオンス水基地などを占領した。同年北爆が停止されると、アメリカ軍は、ラオス国内へ爆撃目標を転換、パテートラオ支配地域は、 人口密集地域においても激しい空爆が行われるようになった。一月1.7万から2.7万回の出撃、1日800回もの空爆が行われた。1969年には、ナチ占領下の欧州戦線で投下された爆弾量を上回る猛爆となった。この空爆により70万人以上の国内難民が発生し、35万人が犠牲となった。 これらの爆撃で使用されたクラスター爆弾の多くが不発弾化して広範な田畑や村落部に残った。NLHS は1970年3月の声明でアメリカ軍の完全撤退、総選挙実施、臨時連合政府受立、休戦を訴えた。王国政府側はベトナム軍が駐留する限りあり得ないとこれを知りけた。このため NLHS と中立派は 軍事行動を激化させ、同年3月以降、サムトーン基地、アトプー、サラワンを制圧した。この後、1972年パリ和平会談を受け、王国政府と NLHS との交渉で、2月21日、ラオスにおける平和の回復及び民族和解に関する協定が調印され、ラオス王国における王政維持を含む枠組みを定めた。 政治体制について合意がなされた。1973年、ラオス和平協定が成立、アメリカ軍はベトナムから撤退。1974年王国政府と NLHS は解体され、三波合同で設立した暫定国民連合政府によって行政機関の改祖が実施されていった。1975年5月1日には、首都で、 住民2万人規模の大規模な反右派デモが起こり、矛先を向けられた右派閣僚5名が辞職したほか、高級官僚、軍人、警察官の相当数が辞職、または国外に脱出した。5月21日、アメリカ国際開発局ビルがデモ隊群衆に占拠され、暫定国民連合政府が牛田の閉鎖を示唆すると、 アメリカ政府は5月27日撤収に合意した。12月1日、ルアンパバーンで開催された、全国人民代表者会議において、暫定国民連合政府により、サワ・アン・ワッタナー国王の大位が承認され、王政の廃止と共和制への移行が宣言。スパーヌーン最高人民議会議長兼国家主席を頭に置くラオス人民民主共和国が誕生した。 ラオス王国からラオス人民民主共和国への移行は、さして大きな衝突は発生することなく、粛々と行われたことから、静かな革命とも呼ばれる。しかし実際には、ラオス人民民主共和国成立から2の3年は、ラオスの経済及び行政は、混乱状態に陥り、麻痺していた。これは先行きを不安視した、閣僚、不合層や大臣や、 華僑などの国外逃亡が相次いだことに起因している。統計によれば1974年ビエンチャンに居住していたタイ人華僑はおのの5万人程度とされているが、1978年にはおのの7000から8000人となり、顕著に現れている。加えて、タイによる国境封鎖とアメリカをはじめとする先進国の援助打ち切りと、 農業の大協作が重なり、国内は深刻な物資不足にさいままれた。政府はこれらの状況を打破するため、1976年から、ビエンチャン及びルワンパバーンへの国営商店の開設、物資の滞造や価格操作を禁止する、法案の成立、配給制度の実施など、次々と対策を打ち立てていった。同年6月15日には、通貨改革を実施し、 経済状況は徐々にではあるが改善の兆しを見せていった。1977年にはベトナムとの間にラオスベトナム友好協力条約が締結され、ベトナムより国家建設に必要な資金援助や文化、教育、技術などに関する専門家派遣が受けられる体制が整えられた。同時にソビエト連邦や中国との関係強化にも着手し、 海村書記帳などが頻繁にモスクワや北京へ訪問、会談を実施し両国間の全面協力体制樹立に向けての共同声明を発表するなどの成果を上げている。1979年からはさらなる経済活性化を求め新経済政策が閣議決定された。これは自由主義経済原理の導入を目的とした政策で、 実施に先立ち、キープ貨幣の100対1というデノミネーションが実施され、インフレーションの抑制を行った。新経済政策の効果は適面で、1980年には、ラオスの米の生産量が初めて100万トンを突破した。1980年6月14日、メコン川を挟んだ、タイラオスの国境警備隊の間にいて、銃撃事件が発生したことより、 外交努力により解除へ動きつつあった国境封鎖に対して再び歯止めがかかることとなった。加えて1984年には、ラオスのサイニャブリー県とタイのウッタラディット県の狭間に位置するラオス領の3つの村を、大国軍が不法に占拠していると発表し、領土権をめぐる国境紛争が勃発した。タイ政府は、 同年10月14日国軍が撤兵した旨の声明を発表し、騒動は一旦沈静化したが、1987年に、再び国境付近で両軍が衝突し、戦闘状態に陥った。本件は1988年に、両国代表団による和平交渉が実施され、停戦協定が結ばれた。ありがとうございます。